殿部は魚肉、または竹肉加工品の一つ。つくだ煮の一種。日本では魚肉を使うことが多く、江戸前寿司の店ではおぼろと称するほか、一部では力にとも言う。北海道の一部の地域などでは単にそぼろと呼ぶ場合もある。中国や台湾では豚肉を使うことが多いが、鶏肉、牛肉を使うものもある。桜殿部を使用した。 弁当日本の伝武は魚肉を使うことが多い。三枚におろした魚を茹で、骨や皮を取り除いた後、圧搾して、水気を絞ってからホイロルにかけても、煮砕き、すり鉢で、ケークすりほぐす。その後、鍋に移して、酒、みりん、砂糖、塩で調味し入り上げる。鯛などの白身魚を使用したものに食紅を加えて、薄紅色に色付けすることもある。薄紅色のものは、 その色から桜伝部と呼ばれる。日本では魚肉伝部をご飯に振りかけるほか、ちらし寿司や巻き寿司の具とする、大日本帝国陸軍が開発、採用したポンカシを使用した携帯漁食である圧作香料には副食品として、調味した削り節をブロック状に押し固めた圧作伝部が添えられていた。伝説によれば、K のあたりのテー府が病気で、 食の進まない夫のために、うぶすながみの里しに従って、とさぶしを粉にして、酒と醤油とで味を整え教したところ、夫の食欲は、進んで病気も治った。そして自分でも試み、人にも分けたのが初めであるという。もしこれが事実と何らかの関係があるとすれば、おそらく伝部の怒りは、カツオのふりかけであろうという。シしにクス中国語では、肉の繊維をほぐして、 ふんわりさせたものであることから、肉子と呼ぶのが一般的である。一般的に豚肉製肉子は淡い茶色に着色されており、牛肉製肉子は濃い茶色に着色されているためが遺憾で見分けがつく。肉伝部の作り方は、民末から新初期に確立されていたとみられ、1698年の幼少六には鶏肉を使う作り方が、1750年の生煙六には、 豚肉と魚肉を使う方法が記載されている。中国では粥に乗せたり、マントと共に食べることが多いが、卵焼きに混ぜ込むこともある。体操ニクスは、上海の隣のチャンス省蘇州市体操市の名物である。福建省昇州市流海市もニクスの一つ重要な産地である。台湾語では、ニクソ、または、ニクホジシと呼ぶ。 稀に魚肉の肉酢も存在するが、豚肉から作った肉酢がより普及している。台湾でも一般的に豚肉製肉酢は淡い茶色に着色されており、牛肉製肉酢は濃い茶色に着色されているためが遺憾で見分けがつく。それ以外にも鶏肉や粗食のために大豆製品から作られた素肉酢などがある。台湾ではおにぎりやたんもちと呼ばれる。 クレープのような朝食料理に入れたり、朝が湯に乗せて食べる。豚肉や牛肉の肉酢は、惣菜パンの定番の具にもなっている。台湾の寿司では、肉酢の軍艦巻きが定番メニューになっている。台湾風の肉伝部入り惣菜パンやおにぎりは上海などでも一般的になっている。ベトナムの肉伝部乗せチャーハン対、マレーシア、シンガポールなどでも中国風の肉伝部は一般的である。 ベトナムでも豚肉、牛肉、鶏肉、魚肉の殿部があるが、他にカエルの肉で作るものがある。ベトナムには、チャーハンに肉殿部を乗せたり入れたりしたコムチエンチャーボンや、揚げおこげに肉殿部と調味料を乗せたコムチャイチャーボンなどの料理がある。ミャンマーにはエビで作る殿部がある。また、かつてフランス料であったベトナム、ラオス、カンボジアなどでは、 フランスパンのサンドイッチがよく食べられるが、具に殿部を使う場合が多い。ありがとうございます。